ショーン・デニスはオーストラリア出身のバスケットボール指導者。現在は B リーグの名古屋ダイヤモンドドルフィンズでヘッドコーチを務めている。1993年から指導者としてのキャリアをスタートさせ、オーストラリア NBL、ニュージーランド NBL のチームに所属した。両国のリーグで最優秀コーチ賞を受賞している。 ニュージーランド女子ジュニア代表チームのヘッドコーチだった2006年には、ホーク、SB、コーチオブザイヤーを受賞。2008から09シーズンには、ニュージーランド女子代表チームのヘッドコーチを務めた。タウンズビル・クロコダイルズでは、2014から15シーズンは MVP 賞、MIP 賞受賞選手を輩出。2015から16シーズンには、 11勝17敗と負け越していながら最優秀コーチ賞を獲得し、ミップ賞、新人賞受賞選手を輩出した。B リーグの栃木ブレックスのアシスタントコーチだった2016から17シーズンにはチームの優勝に貢献した。2017年からシガレックスターズのヘッドコーチに就任し、2021年まで指揮した。そして2021年から 名古屋ダイヤモンドドルフィンズのヘッドコーチに就任した。栃木大任のデニス AC、来期から、滋賀の指揮官に就任、チームカルチャーを作っていく。バスケットボールキング。2018年1月30日閲覧。ショーン・デニスアシスタントコーチ。契約満了のご報告。リンク栃木ブレックス。2018年1月30日閲覧。平成28年度全国。 バスケットボールコーチクリニック開催報告。矢は2018年1月30日閲覧。ありがとうございます。